突撃隣の晩御飯ヨネスケです。いやいやいや小池だろねといったわけでね、今夜はね鶏肉のもも、鶏肉のもも炒めと味噌汁、小松菜の味噌汁、こちらね作ってみました。もう筋トレ前の食べ物、小松菜がね、小松菜と味噌汁の相性も実にいいんで、奥さんやってみてくださいよ。え？問いかけて女性リスナーを取り込もうとしている小池でしたね。といったわけでね、まあ、今夜の晩御飯はこんな感じになっております。では本日のニュース、気になるニュースいってみたいと思います。プーチン大統領、ベラルーシに戦術核兵器を配備で合意。ロシアのプーチン大統領は同盟関係にあるベラルーシに戦術核兵器を配備することで合意したことが明らかにし、ウクライナへの軍事支援を強化する欧米諸国への牽制を強める狙いがあると見られています。といったわけでね、なんだかね、もうかなりね、今回の戦争長期化するような背景ですね。その長期化すればするほど戦争、世界全体の戦争リスクっていうのはかなり広がってくるんで、まあおそらくかなり怖いですね。警戒が強まっております。まあ長引けば長引くほどその経済の影響っていうのはだいぶ出てくるんで、まあアメリカの銀行も2社破綻しましたよね。そしてドイツなんかも破綻が懸念されていますし、株価の下落なんかもね報道されてるんで、経済がまずやばくなると、経済がどん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 不景気になると、それもね戦争に拍車をかけてしまうんですね。なんで